はい、造園パートナーズの大森です。今日はですね、銅弾の刈り込みとあとこのバリカン使ってちょっと切ってみますね。バリカン結構危ないんですけど、電気のバリカンですね、使い方とやっていきます。基本的にあの切るときに下からこう下からグーッと必ずやっていきますね。で、刈った後に必ず掃除すると、ちょっと一回やってみますね。で、掃除すると。で、あの両手で持たないと危ないんで、こう指怪我しちゃったりとか、動いてる時に怪我するのと、あとあのコードバンって切っちゃうっていうことがよくありますんで、それに注意するっていうことですかね。で、下からやっこう丸く切ってって、必ず、ゴミは落とすというような感じですね。ちょっと一回やってみますね。買ったら必ずゴミをこう落とすと、細かく振らないとゴミが落ちませんので、ゴミがしっかり落ちるまで細かく振ると。はい、こういう感じですね。で、刃がこう下に向いちゃうと、どうしてもコードが切れちゃう可能性ありますので、できるだけ刃はこう上に向いた状態で切っていくと、こういう風に切っていくと、こうコードがバン切れちゃうっていう風になりますんでね。はい、こんな感じですね。綺麗になりましたね。